はいどうもお疲れ様です。今回はね、私が今ね歯医者に通っているっていうところもあるんですけども、夜中にね、歯医者さんなんて空いてないし、夜中に急に痛み出してもう痛みが収まらなくて眠れない、しかも眠らないと明日の日もきついなっていう時にどうしても眠りたいじゃないですか。でも眠いんだけど歯が痛くて痛くてしょうがないと眠れない、そんな日ってないですか？そんなことってあるんじゃないですか、ね、そういう時に実はね、置き薬もないし、ドラッグストアも空いてないし、歯医者さんなんてとんでもない、空いてないと。空いてたとしても予約が来週の月曜日ですみたいな感じになって、3、4日から1週間ね待たなくちゃいけないって状況があると思うんですよ。そういった時に歯の痛みをね、立ちどころに消してくれる、そんなツボがあるんですよ。それが歯痛点って言います。歯痛点、歯が痛い点って書くんですけども、実はね、歯の痛みを止めるツボっていくつかあるんですよ。ここの三叉神経を刺激するとかもあるんですけども、歯が痛い時になるべくこの辺触りたくないでしょ。ですんで私は手の歯痛点を使うことをお勧めします。実際私が歯が痛い時、これ何度も救われてます。で、一回この歯痛点にツボに刺激を与えて歯が痛くなくなると、本当にね2日3日痛くないんですよ。その間に歯医者に行くことの緊急感が失われてしまいますんで、また同じことの繰り返しになってしまいます。歯の痛みを脳に伝えなくするだけで虫歯は進行してますから、歯の痛みが抑えられてぐっすり眠った次の日には必ずクリニックの予約を入れてください。そして予約日まではこの歯痛点を使ってですね、痛みをしのいでください。もちろん痛み止めを買いに行ってもいいと思いますよ。でも痛み止めが効かない場合、副作用のないツボを押す、そんな方法を今日お伝えしましょう。簡単です。人差し指と中指の間のこの水かき感ね、上から1センチから2センチぐらいのところ、ここをね、裏親指、表中指でぐーっと強く押してください。1分ぐらい押せば十分ですね。親指を手のひらの方に向けてもいいです。こっちの方が力が入ると思います。ここを押すのがポイントなんで、力の弱い人、女性とか子供っていうのは親指でここを押した方がいいですね。ぐーっと押さえてください。1分ぐらいです。そうすると押さえてる間に痛みが消えて 2,3 日痛まなくなります。これでもし効かない場合は反対側の手で同じことをしてください。それでも効かない場合はもう一回こっちやってください。だいたい3回ぐらいやって歯の痛みが消えないってことはありません。ここまでおよそ2分から3分ぐっすり眠れるでしょ。やばいなと思った時にこれ覚えとけばいいでしょ。効きますから、やってみてください。それでは。